はい、こんにちは。あいにくの天気、浜優です。今日はですね、こちら何か泳いでますね。ちょっと見ていきましょう。 GoPro 突っ込んで、はい、というわけでヒラマサですね。実はこれ昨日取れたんですけれども、残念ながら捕獲シーン昨日強風雨で取れなかったんですが、ヒラマサが小豆島で取れるのも、もう結構たまに取れるんだけど結構珍しいです。じゃあちょっと上げてみましょう。結構逃げるんやな、これ。よいしょ、よし、自分から入った。よし、はい、いいですね。ヒラマサです。じゃあ今日はこの小豆島で取れたヒラマサを締めて、ちょっと寝かしてなんかしてみたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまずヒラマサちゃんを締めていきます。ここの交わるとこですね、こうピーピーのここら辺、目の左上締めてクリクリと、で口がこうやってバカって開いたら締まってる証ですね。でこの膜のとこ切って、で尻尾の方締めます。こんな感じですね。で水で血抜きします。よいしょ。とりあえず口の中突っ込んどってしばらく置いておきましょう。自動血抜き器です。である程度血が抜けたら一気に圧をかけて、体が膨らんだらやめます。いきます。このエラを押さえて圧かけます。で体がパンパンになったら OK。 今回尻尾から血はあんま出なかったね。そういう時もある。でこれ箱に入れて、よいしょ。で軽く斜めにして、これで水を抜いていきます。ちょっと放置。はい、じゃあ水気が抜けたらまな板へのして、で次エラと腹割ってお腹出していきます。エラ膜切ってここ落として、エラの付け根ここ落とす。よいしょ。でお腹のとこ鎌ですね、ここがちょっと硬いんで入れて、スーッと。脂肪は入っとるかな。よし、これで切ったら開けて、脂肪はないな。でエラ持って引っ張る。よいしょ。ああ、エラが取れた。エラでこのサイズ。よし。で内臓こんな感じ。この細長いの、これ全部胆嚢ですね。であとはいろいろです。でこちらが心臓ですね。心臓めっちゃうまいんでちょっと食べます。入れ込み入れて水洗いして、醤油をかけていただきます。うん、甘い。臭みとか全然ない。コリコリしてうまいです。ごま塩で食っても多分美味しいと思う。生肝み、生レバーみたいな。じゃあ最後に洗います。きれいに内臓を洗って、まあ内臓というか腹回りですね。でまあ膜切って、で道具がないので割り箸折って、即興ササラの完成です。はい、でだいぶきれいになりました。まあこんなにきれいになったら OK でしょう。でこちらの冷蔵庫をめくって、よいしょ。で中に氷が入ってるんで、これ砕きます。またひっついてる。ちょっと氷がひっついてるんで先水入れます。しょんべん小僧。よし、ほんで氷ができたらもうこの中につけておきましょう。蓋をして、さらに二重で蓋をして、ほんでさらにもうかけます。でこれで 2,3 日置いてからまた食べたいと思います。じゃあ今日網くらないといけないんで、ゆっくりいきましょう。はい、それじゃあ今日の漁業シーンを見ていきましょう。ちなみに今日はですね、ワイプなしです。なんでかというと、僕は二日酔いで顔がですね、かぐや様は小倉世帯のシコシコゲームの風船ぐらい張り裂けそうだからですね。まあ知らないと思いますけど、まあ食っていくんですが、魚の様子は少ないですね。でまだかなり明るい状態から繰り出したので、こんな感じで生きてるサーラが上がってきます。サーラって網にかかっちゃうと結構早めに死んじゃうんですけれども、
早い段階で来るとやっぱりかかった直前の直後か直後のサーラが上がってくるので、あんな感じで生きてるサーラが上がってきます。全部生きてきてくれた方がね、僕的にはありがたいです。なんでかっていうと、生きてる方がこうやって締めた後にですね、流水血抜きの中に入れるとめちゃくちゃね血が出るんです。ほらほら、生きてる方がやっぱなんだろう、血もやっぱ固まってないので、それで血が出やすい。で、今回はちょっと下アングルを見ていきましょう。さらに、こちらはハマチですね。ハマチです。まあ、この後の伏線です。ハマチに見えるし、平正にも見える。で、鈴木、それから、これはフカですね。フカっていう、まあ、サメの一種です。正確にはサメじゃない、まあ、よくわからないですけど。で、男にカプッとかまそうとするんですけど、まあ、フカはね、歯はないので大丈夫。で、その後もサーラが2匹来たりしてて、で、こんな感じで今日一のでっかい7キロぐらいのサーラかな、かなりでかいですね。で、これはサバ、今のサバ、ちなみにこれで取れるのはあんま美味しくないです。で、網くりも終了しました。疲れた。こんな感じで帰りたいと思います。帰るんかな。はい、というわけで4日経ちました。頭に何巻いてんのって。これはですね、津本さんにいただいたタオルですね。今日はこれとこちら、なんと津本さんからね、津本式包丁をいただけるということでいただきました。開封していきましょう。なんか声が遅れとるやつみたいだけど、めちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じで、おにぎりじゃなかったらすいません、キザンかな。で、僕津本さんの包丁知ってて、薄いと思ってたらめちゃくちゃ分厚いんですよ。だからすげえね、重たいんですよね。まあ、今日はこれでやっていきたいと思います。で、結局あれから4日寝かしてた平正がこちら。いや、ブリだろ。いや、そうなんですよ、これね、実はブリだったんですよ。僕もね、ほんとブリにしか見えなくて、これ平正のまま撮影したら大恥かくなっていうことで、津本さんにこんな感じでね、ご確認を取ったところ、ブリだよっていう感じで、まあそんな感じで小豆島で取れたブリでやっていきたいと思います。で、いつもね、天ぷら、刺身、煮付けとかってもう毎回レパートリー一緒なんで、今日は僕が考えた食べる煮こごり丼ブリ編、これめちゃくちゃうまいんで、これやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう、レッツゴー。それじゃあ早速、氷水の中で4日間放置していたブリを見ていきましょう。お腹周りはクパッと開けて、こんな感じで腎臓残ってるけど綺麗ですね。エラの方も赤いけどこんな感じで、まあ体表とか目も綺麗し、この身の張りもパツンパツンで、全然まだまだ寝かせられそうですね。ね、ブリちゃん。はい、じゃあ早速やっていきます。ちょっとね、すき引きやっていきましょう。あ、ブリといったらすき引きですね。この皮と鱗の間に包丁をなるべく上下に動かして、お、めっちゃ切れる、やば。お、身いっちゃった。ちょっとこうやってなるべく上下に、あ、めっちゃ切れる。えぐ。うわ、マジでスッスいくわ。恐ろしい。よし、やっば、料理はかどる。よし、じゃあこれでシンクに戻して、あとは、こちらのね、ちょっと強めの金出しでこすっていきます。まあ、僕あらかじめちょっとって言いましたからね、ちょっとすき引きしてみようかなって感じで、まあ、あとはもうめんどくさいんでこれでやっていきます。よし、これで OK 牧場。そしたらこちらをまな板へ移動して、次にね、頭を落とすんですが、なるべく歯を痛めたくないので、こちらの関節の間ですね、ここで落としていきます。 OK。 では次、カマ取っていきます。ここですね、この根元からカマのとこつけて入れて、こうやってよいしょ、落としてあげる。カマで反対もひっくり返して、今度はこの腹の方から入れて、でこう、めっちゃ切れる。今日はこれが主役なんで、この鎌とかはね、絶対置いといてください。この頭も大事、骨も大事、全部大事、黄身が大事。では水気を取って、はい、じゃあおろしていきます。津本さんの包丁で初めておろす。腹のとこ入れて、うわー、切れ味えぐい。で、中まで到達させたら返して、で、同じようにケツから包丁を入れていきます。うわー、なんかすげえギリギリが攻めやすいぞ、これ。さばきやすい。
お、なんか自分が上手くなっちゃったと錯覚するな、これで通して引っ張ってあげる。うわやばこれ想像以上に使いやすいわ。こんな感じ。まあちょっとここら辺失敗したけど、カッコつけたから。あ、でもやっぱ身は赤いな。これは普通に刺身で食うには多分美味しくない。まあとりあえずこっち置いて、ほんで反対は苦手なんだけどやっていきましょう。まあちょっと尻尾落としてね、包丁入れて。これはすごいな俺津本さんの包丁でも絶対失敗するわ思ったのに、なんかめちゃくちゃ分かりやすいわ。で中まで行ったら通して、で引っ張る、あ引っ張る、よいしょ、はい、こんな感じ。おうまい。俺が反対側ここまでうまくいけるはなかなかないよ。で今日はこちらの骨も使います。まあ、なんでかって言ったら煮こごり丼だから、やっぱ 骨がねゼラチン多く含んでるんで骨が大事なんですよ。で骨も煮込みやすいところで立って、よいしょ、使います。 OK、 よし。じゃあ頭も使うんで頭も割っていきます。頭はここのね、ここに包丁を入れて先に通してあげる、奥にこうやって、よいしょ。で先にこっちを落とす。硬っ、あれ逆やった、あ逆やった、まあええわそのまま行こう。包丁がごっつ切れるからこのままいけます。あ逆やったな、どうやったんやろ。あこうか、でもこっちもこのまま落とそうか何してんだって話。もうここまでいったらもうこうです、パワーです、よいしょ。であとは包丁のかかとで落としていこう。 OK。 でちょっとこのままじゃ大きいんで、こうやってかかとで切っていきましょう。もう半分に、よいしょ。 OKOKOK、 ここまでいったらこっちのもん、よいしょ。 OK、 はい、じゃあ鎌と、これらを一旦鍋に放り込んで、で水、よし。そしたらこちらを火にかけて、まあ、さっと湯通しします。臭み抜きですね。そしたら身の続きやっていきます。とりあえず半身だけやっていこう。じゃあ腹骨取っていきます。ここグッて入れて、で奥まで行って、ですくうようにうまくいったぞ。あとはすくうようにいくだけだ、よし。でこの膜も、まあ、ここで落とすからいいか。これも炊きましょう。じゃあ次ここのあばら骨を取っていきます。あばらの下骨入れて、あばらじゃないわ、中骨だった。うわ一発でいった。ほんで反対も入れて、上側ですね、シャッと、あ骨いった、よいしょ。 OK、 で切れたらピリピリと、これをそのまま移動紙の中にぶち込みます。はい、じゃあ次皮引いていきます。このギリギリのとこをシャコシャコと入れて、シャコシャコシャコと横に行って、で皮までいったらあとはスーッと、よし、よっしゃー、こんな感じ。おお菌が残っていいじゃん。でゼラチンが大事なんで皮も入れておきます。で残ったこちらの身ですが、ここらで切って、薄大きめ分厚めに切っていきます。これを丼の素ですね。はい、じゃあ軽く白くなったら火を止めて、ザルの中へ。じゃあ、はい、じゃあ軽く洗って、この汚れと血を取って、この中に入れていき、鍋の中に入れていきます。はい、で入ったら水も加えます。そしたら火にかけて、もう一回、これで煮ます。で僕普通の煮付けだったらこんな先に煮込んだりしないんですけど、やっぱねゼラチンが大事なんで、ゼラチンを抽出するために煮付けます。だからタイとかウナギとかがゼラチン質が多いんで、煮こごり作るには抜群らしいですよ。はい、じゃあすることないんで飲みたいと思います。ゴールデンタイム、今日は沖が休みだからね、筋トレもちょっとしたし、最近筋トレがめっちゃ嫌いになってきて、もう全然できなくなった。宣伝しとこう俺もちょうだい。え、それ何？これ、浜湯の海苔。浜湯の味付け海苔？こんな感じで浜湯の味付け海苔、うまそうはい、じゃあ大体20分くらいで煮込みました。その様子がこちらですね。20分くらい煮込んで、水も白くなって、なんか出てるなって感じです。白濁のもんがね。で、こっから汁を取り出して、
100cc 加えます。150で OK で、次に醤油も150で、次にみりんを100ですね。で、次に砂糖大さじ2。もう昔書いたのが本当消えかけだ。覚えてる人は覚えてると思うけど、前の家で書いたんですよね。これ小さじなんですけど、大体山盛り入れたら大さじ1ぐらいになります。よし。それからニンニクを小さじ4と生姜を小さじ2加えます。はい、じゃあ鍋を用意して、もう一回ね、この子、単体で煮ます。ギューッと、でこれちょっと煮ておきます。ほんでその間にですね、こちらのアラからですね、あっちぃー、あー、こうやって身を取り出しておきます。まあ、なるべくね、身だけ余分なものは入れないようにしましょう。で、こういう骨についてる身もきれいに全部取り除けます。で、ある程度身が取り除けたら、この中に加えて、ほんでほぐしてあげます。で、追いほぐし身で、ちょっとね、水気をこれで飛ばしたいと思います。はい、で軽く水分飛ばしたら火止めて、こちらのバットに流し込みます。で、ちょっと潰れてなかった身はあっちほぐしてあげましょう。で、本来は冷蔵庫で1日置いて固めたりゼラチン入れたりするんですけど、今日は水溶き片栗粉を加えてやっていきます。これでちょっとね、とろみつけて、まあ煮こごり風ですね。これニナ固まらん系もしかして。うん、1回火通すと固まらん。ちょっと見てもらった。もう一回戻します。新健一がいるのは間違いない。間違いない。まあ、これとりあえず熱して、とろみをつけていきます。で、だいぶとろみがついたら火を止めて、もう一回タッパーに移して、さっきよりほらすごいとろみ、これだけでうまそう。で、冷蔵庫で軽く冷やします。まあ、早い方がいいんで、冷凍庫でちょっと待ちましょう。あんまね、ぬくいに冷凍庫入れるん良くないと思うんですけど、神様も許してくれるでしょう。よし、じゃあその間にですね、準備しておきましょう。じゃあ丼茶碗を用意して、ほんで炊きたての米を入れていきます。これで OK で、次に先ほど切ったハマチの切り身にこうやって塩を軽く振って、で、いつものバーナーで炙ります。で、これ刺身で食べるつもりないので、ちょっとよけめに炙ってください。よき炙り。はい、じゃあうまくうまく破れました。そしたら先ほど炙ったのをご飯に並べていって、で、5分しか冷やしてないんですが、見ていきましょう。オープン。まあ、煮こごりというよりはあんかけですが、今日はこれでやっていきます。まあ、これはもうね、固まったものと仮定してください。煮こごりです。煮こごりを積んでもうあんかけやね、完全に完全にあんかけやけど、これ1日置いとったら固まるから、本当なら単純クッキングです。で、ネギとごまを散らせば、はい、こちら浜湯特製食べる煮こごりもといあんかけ丼の完成です。はい、それじゃ小鳥。はい、というわけで完成しました浜湯特製煮こごり風あんかけ丼です。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。いやー、ちょっとね、煮こごりにするのに1日待てなかったんで、急遽煮こごり風あんかけ丼ということでやっていきます。で、2本目はいつものハイボールタイム。これこの間12ケース送ってきてくれたからね、マジビビったわ。じゃあ早速いただいていきましょう。いや、これは絶対うまいでしょう。うわぁ、それではいただきます。これマジびっくりするで。うん、ほんまにうまい。あのね、タレがほんとニンニクが効いてて、
で、タレ自体は20分煮込んで水を元に使用してるんで、めちゃくちゃ魚の味がしてね、で、ほんと炙ってるから香りもいいし、それが濃いこのタレとご飯に混ぜ合って、めちゃくちゃ米が進む。これはマジでうまいわ。これみんなぜひやってもらいたい。マジでうまい。うまっ。これほんま店で出てきたら絶対入ると思うけどね。香ばしいハマチの身とほんま濃い醤油の味、それを酢飯じゃないご飯でいくんがほんまに美味しい。で、この時間をくちゃ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 タイムって言います。僕がくちゃくちゃする時間です。うまっ。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いや本当にね、今回の撮影はですね、平正だと思って動画にしようと思って、まさかのブリなんですけれども、でもね、このブリとかハマチのこの食べる煮こごり丼、今回煮こごりじゃなかったんですけど、これをねぜひ皆さんにやってもらいたい。本当驚くことばかりの撮影でした。めちゃくちゃ美味しかった。自分のレシピやのに驚くぐらい美味しかったです。あと津本さんのね包丁もめちゃくちゃ使いやすくて、それもビビりました。今回はビビったことが2点ですね。それでは皆様本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。うまい。